アークロイヤルはイギリス海軍の航空母艦。同型艦はなく、アメリカのヨークタウン級、日本の総流型と合わせて、中型空母の完成型として並び称される優秀な空母であった。ワシントン海軍軍縮条約によって13万5千トンの空母建造枠を確保したイギリスは、当時フューリアス、アーガス、イーグル、ハーミス、カレージャス、 グローリアスの6隻により115,455トンを消化し2万トン弱の建造枠を残していた。この枠を使い切って計画されたのが本館である。アークロイヤルの原型は1933年の設計案だが、同案は飛行艦パンチを274メートルと建造ドックのサイズ制限を超過してしまうため、 全長短縮を主眼とした解説計が行われた。建造には、第二次ロンドン条約の制限も意識され、結局2万2000トンの空母として結実し、1934年の計画により、議会に建造予算が承認され、キャメルレアード社で建造された。建造途中のアークロイヤル。上述の事情により船体短縮に注力する。 一方で空母としての性能の確保にも尽力した結果、水船長は208.8メートルに抑えられ、LB 比は7.2と非常に肥満型の船体となった。飛竜の LB 比10、ヨークタウン9.2等と比べても際立った数値で、むしろ船艦に近い船体形状となったことが伺える。この短くなった船体に最大限の飛行艦艦長を確保するため、飛行艦艦は 船体よりも前後方向に延長され、特に完備方向に大きくオーバーハングさせたことで二百四十三点八メートル二十九メートルを確保した。艦首は延長した飛行甲板と一体化させてエンクローズドバウを成している。飛行甲板口は十八点三メートルとヨークタウンや飛竜よりかなり高くエセックスや昇格よりも上赤木に迫る数値となり、結果として 投影面積の広いシルエットを形成している。これは、搭載奇数確保のために断式格納庫を採用したためでもあるが、それ以上に、管内の機関スペースの影響が大きく、管室の高さが飛流より5割以上も大きい12.8メートルに達しているためである。1939年に撮られたアークロイヤル。環境の側面に吊り下げられた小判状の物体は、 救命ボート。関西艇はその下に収められていた。アイランドは、船体サイズに比べて比較的小型にまとめられ、細身の一本煙突は高く伸ばして培煙が環境に逆流したり、飛行甲板への乱流を抑えるように工夫された。煙突から下の側面が関西艇置き場となっており、それらは、船体中央部の側面に、片源一機ずつつ,ついた、 クレーン2機により運用された。武装はカレージャス級と同様に原則に設けられたスポンソンに配置されているが、波浪の影響を受けやすかった全球の欠点を是正すべく位置を飛行艦板の下まで高められ、社会を得るために飛行艦板の一部を切り替えて配置され、主武装の11.4センチメートル広角砲は棒立てで覆われた連装砲がで、 飛行甲板の側面に2機ずつ前後に離されて、片弦4機の軽8機が配置された。甲板上にビッカーズ 4cm ポンポン砲を8、連装でアイランドの前後に背負い式2機ずつ軽4機を搭載したが、1941年5月にアイランドと反対側の飛行甲板左弦側に2機が追加されて6機に増加した。他に、 ビッカース 12.7mm 機関銃を4、連装砲がで2機一組として、飛行艦板の前後左右の端部に4箇所で計8機を配置した。戦前は3ポンド単装砲4機も装備していたが、後に撤去された。1939年に艦尾から取られたアークロイヤル。船体形状は逆ピラミッド型となったために武装は、船体にへばりつくように配置されている。 主武装として、新設計の M31938 年型 11.4cm 広角砲を採用した。その性能は、重量 39.5kg の主砲弾を行四45度で、最大射程 18,970m まで、最大行角80度で、最大射千 12,500m まで届かせることができた。装填機構は自由角度装填で、 発射速度は毎分12発であった。方針の行角は80度、深角五度で、動力は電動駆動であり、補助に人力を必要とした。旋回角度は左右方向を0度として、左右150度の旋回角が可能であった。なお、戦時中にレーダー用の課題が増設されている。実際にレーダー本体が搭載されたかは、参考文献からは不明。 1941年4月に取られたアークロイヤルの飛行艦板。後部艦板一杯にブラックバーンスクア艦上爆撃機が並べられている。水兵たちの後ろにあるのは4センチメートル8連装ポンポン砲。アークロイヤルは72機の艦載機を運用することが求められ格納庫を2段にすることによってそれに応えた。しかし、イギリスは すべての艦載機を艦内に収容することにこだわった。結果、60機での運用とされ、実際の搭載機数は、後継のようにさらに少なかった。格納庫は、密閉式とされ、蔵外通路の一部を除いて外部には通じておらず、艦内工場や各種倉庫、病室、浴室、トイレ、閉院室等が、両脇に設けられていた。 格納庫高さは4.9メートルであり、全球に相当するカレージアスフューリアスから0.3メートル増高された。格納庫のサイズは上段が長さ173.1メートル、横幅18.3メートル、下段が長さ137.8メートル、横幅18.3メートルである。艦首飛行艦板前端には2機の油圧式型パルトが、 装備され、40秒間隔にて5.4トンの機体を66ノットで射出する能力を有した。エレベーターは3機が設けられた。この点でも、日米の真空母時を位置とする。ただし配置は、艦首より、おおむね50メートル、85メートル、125メートルの位置で、全体としてかなり前寄りであり、また前、後部エレベーターは、 右辺、中部エレベーターは左辺に寄っている。この配置の理由は、館内区画を見れば理解できる。本館の格納庫はほぼ均等に4区画に分けられており、前、中、後部のエレベーターは、それぞれ1に3番目の区画の前方左右の隅に配置され、格納庫内への干渉を抑制する位置になっているので、ある。1941年4月に取られた。 アークロイヤルの飛行艦板と着艦しようとするブラックバーンスクア艦上爆撃機。後部艦板の着艦制動作がわかる写真。後部エレベーターより、艦尾側の飛行艦板には8本の着艦制動作が設けられ、3.6トンの機体が60ノットで着艦したものを制動距離43メートルで停止させることができた。航空機用ガソリンは10万英画ロンが用意された。 乗員は、艦の運用が863名、航空関連要員が773名の、計1636名である。戦時増員については不明。アークロイヤルの防御要項は、カレージャス級よりも強化され、以下の要求仕様となった。15.2センチメートル砲弾227キログラム爆弾の、急降下爆撃作薬量340キログラムの、 魚雷に耐えることが要求されており、当時の空母としては相当な重防御であった。この要求に応えるため、原則の水線部には高さ4.08メートルの114ミリメートル走行が、られ、機関区と燃料タンクを守るために、前後の隔壁には64ミリメートルから76ミリメートル走行で、つないで、バイタルパートをなしている。 水線下は 38mm 走行と2枚の重角壁で区切られた3層構造とし、水防区画と液層と空気層で浸水を止める様式で、外側の一層は艦底部の二重艇と接続していた。艦内配置にも木が配られ、ガソリン庫は弾薬庫よりも船体内側に配置された。飛行甲板には走行は施されておらず、 水平防御は、株格納庫、機関室 64mm、弾薬庫、ガソリン庫、九ミリ 89mm が施された。アークロイヤルにおいて、機関出力は10万2000馬力で31ノットが要求された。機関構成は、ヤーロー式再掲水管管を改良した、アドミラルティ式金付付3動型水管管6機。推進は、パーソンズ式。 オールギアードタービンを採用した。これを、ボイラー2機とタービン1軸を1ユニットとし、3ユニットを横に並列配置した3機3軸推進とした。カレージャス級と同様に4軸推進で構想されたが、前述の関係の小型化のために収めることができず、2軸では、推進機関の負担が増してしまう上に、ネルソン級戦艦のように収益してから出力不足が発覚した場合は、 要求性能の発揮が不可能となるため、イギリス空母では初にして、世界的にも珍しい三軸推進とされた。これは、中央軸の水流が主打に直接当たるために、火事の危機具合にも高影響を及ぼし、LB 比の小ささと相まって本艦の機動性向上に寄与した。この機関配置は、後のイラストリアス級にも引き継がれた。 重油搭載量は4620トンで6650回り16ノットないし12000回り14ノットの航続距離を確保した。機関配置は、被弾時や浸水時の被害極限を考えての配置であったが、代償として機関配置の自由度が下がり、LB 非定下の主因の一つとなった。また、重隔壁2枚で3等分された。 機関室は上に上にとスペースを取り、機関区の高さが船体の半分にまで達してしまった。もともとトップヘビーの船体形状だった上に、機関室が重核壁で分断されていたことは、本館の最後にも影響し、最後まで推進力は失わなかったが浸水が、片言に偏ったことで、横転沈没に至る一因となった。電力については、 補助機関として出力4 0 0ットの蒸気タービン発電機6機により直流2 2 0 v 2 4 0 0ットが供給されカレージャスキュフューリアスの9 7 5ットより大きく能力が向上したディーゼル発電機は備えられていなかった1939年9月3日開戦が通達された第二次世界大戦の発生によりドイツの U ボート艦隊が イギリスの海岸を石鹸し、イギリス海運を遮断する可能性があることが予見されていた。戦争開始から数時間以内に旅客船が手にアわゆうマイナス30によって雷撃され沈んだ。これは海戦の最初週における U ボートによって沈められた6万5000トン以上の船舶の一番目である。アークロイヤルも対戦軍の一翼として、 本国艦隊の北西近海に配備された。この対戦軍はカレージャス、ハーミス、またはアークロイヤルの空母と周囲の駆逐艦その他の対潜水艦で構成される。艦載機は U ボートの探索域を広げたが、同時に空母を魅力的な標的にした。9月14日、アークロイヤルはファナドヘッドから救難信号を受けたが、これは浮上した。 U-30 の追跡によるもので200回離,離れた場所であった。アークロイヤルは商船を救援するために関西域を放ったが、発見されたのは U-39 で、アークロイヤルに魚雷を2本発射した。見張りは魚雷の鉱石を発見し、アークロイヤルは攻撃方向に向くことで、衝突断面積を縮小して魚雷は命中せず、無害に後方で爆発した。 3隻の F9 駆逐艦は空母を護衛し、爆雷攻撃で U-39 を強制浮上させた。ドイツの乗組員は U-39 が沈没する前に船を放棄した。これが戦争中に失われた最初の U ボートである。アークロイヤルの艦載機が到達したファナドヘッドはドイツの搭乗員の手に落ちており、スクア艦爆は U-30 の攻撃に失敗した。 2機は自身の爆撃に巻き込まれて墜落した。U ボートは自身の搭乗員と墜落したパイロットを救助した、そしてファナドヘッドを撃沈した。アークロイヤルは拠点の U コに戻り、関東乗組員はウィンストン・チャーチルの査察を受けた。U-39 の沈没は指揮にとって重要で、あると称賛された。しかしアークロイヤルへの来撃は失敗したものの、 9月17日のカレージャスへの来撃が成功したため、海軍本部は空母を危険にさらす。危険性が高いと確信し、空母中心の対戦軍は放棄された。9月25日、アークロイヤルはカテガット海峡の浅瀬で、ドイツ軍艦によって損傷を受けていた潜水艦スピアフィッシュの救難支援を行っていた。9月26日、スピアフィッシュと 戦艦ネルソン並びに、ロドニーが港に戻る間、船軍は3機のドイツ空軍、ドルニエ・ドゥー18飛行艇に発見された。アークロイヤルは、艦爆ブラックバーンスクアを3機展開して追い散らした。1機のドルニエは、イギリス空中戦初の撃墜となった。生き残ったドルニエが、イギリスの船舶の位置を報告することを懸念した。アーロイヤルの航空令は、艦載機の安全確保と、 対空戦の準備を命じた。ほどなく4機のドイツ空軍 KG30 の爆撃機、ユンカース188が出現した。3機は対空砲火によって追い払われたが、4機目は空母に1000キロ爆弾を投下した。アークロイヤルは右舷に急速回答して回避し、爆弾は右舷30メートル離れた海上に落ちて、水を跳ね上げ、それが艦上に被さった。 ドイツのパイロットは空母に直撃したかどうかを見ておらず、後続の偵察機はアークロイヤルでなく2隻の戦艦を発見した。この情報に基づいてドイツ軍は誤ってアークロイヤルが沈んだと発表した。ウィンストン・チャーチル首相はイギリスの同盟国にマイナスの影響を与える前にドイツのプロパガンダの嘘を証明するため、個人的には アメリカの大統領フランクリンデラのルーズベルトに空母が損傷していないと安心させるためにアメリカ公使館付海軍部官を入居中のアークロイヤルに招待してみせた。ローマの英国公使館付海軍部官はイタリアの首相ベニートムッソリーニに艦は従軍中であることを保証するように指示されている。これはゲッペルスとナチプロパガンダにとって決まり悪いことになった。 1939年10月にアークロイヤルはフリータウンに再配置され、ドイツの通称破壊艦アドミラルグラーフ・シュペイの捜索のためにアフリカ海岸に従戦した。同空母は軽部隊に割り当てられ、巡洋戦艦レナウンと南大西洋を航海した。10月9日、アークロイヤルの艦載機はグラフ・シュペイに補給したドイツのタンカー、アルトマルクを発見した。 タンカーは、イギリスを欺いて、アメリカ船デルマーとして偽装していた。11月5日、アークロイヤルは、ドイツに到着しようとしていたドイツ商船ウヘンフェルズを捕獲した。船は、後で、イギリスの貨物船として迎えられ、エンパイアービリティと改名された。いくつかの中立商船は、空母の艦載機によって発見され、二度にわたって、乗組員が攻撃されたものと思い船を放棄する。 事態を引き起こしている。その状況は、ノルウェー人乗組員の船にバックが投げ込まれたもので、彼らは再乗船した。この試みは再び行われ、ベルギー人乗組員の時にはバックが煙突中に落ちてしまい失敗した。この頃、グラフ・シュペーは、ラプラタ沖海戦に受けたダメージを修復するために、モンテビデオに入った。イギリス海軍の巡洋艦2隻は、 この通称破壊艦を追い、その位置を艦隊に報告しながら、港の入り口を紹介した。アークロイヤルとレナウンは、郊外にいるイギリス艦に合流すべく派遣されたが、36時間かかる距離にあった。英軍公使艦付海軍部艦は、2隻の主要艦が、すでに到着したとドイツ人に信じさせる計画を、思いついた。モンテビデオから140マイル西のブエノスアイレスに、 アークロイヤルの燃料が発注された。これは報道陣に漏らされ、モンテビデオのドイツ大使館に渡り、グラーフ・シュペイのハンス・ラングスドルフ艦長に知らされた。そして、ラングスドルフの家具を自沈させるという決断に貢献した。グラーフ・シュペイが沈んで、アークロイヤルは短期間大西洋に残り損傷を受けた従順洋艦エクセターをデボンポート造船所まで護衛し、 2月に到着した。これに続いて、アークロイヤルはスカパフローに向かう前に、物資や人員の補給のためポーツマスに向かった。到着時に、同空母は、カンバクブラックバーンスクワを海軍航空基地ハットンに移し、停泊地の防御を強化した。アークロイヤルは、地中海艦隊の訓練を受けるため、1940年3月31日に、 スカパフローを出発し、空母グローリアスと共にアレクサンドリアに向かった。同日空母は4月8日に東部地中海に到着したが、1日後に訓練がキャンセルされた。2隻はジブラルタルに向かい発令を待った。ドイツ軍は4月9日にベーザー演習作戦の一環として、ノルウェーに進行し海岸の一部を確保し、イギリス海軍が試みたイギリス陸軍部隊の支援は、 不守備に終わった。ドイツの航空攻撃は感染を圧倒し、駆逐艦グルカを沈め、従順サフォークをほぼ沈めかけた。イギリスの艦船は航空機支援を必要としていたが、ノルウェーの海岸は英陸上機の守備外であった。そのことを痛感した、海軍本部は4月16日に地中海からアークロイヤルとクローリアスを呼び戻した。 アークロイヤルとグローリアスは1940年4月23日にスカパフローに到着し、すぐにデラックス作戦の一部として再配置された。軽巡カーリュート、従順、ベリックと共に航行し、駆逐艦ハイペリオン、ヘレワード、ヘイスティ、フィアレス、フューリー、ジュノーが護衛した。これがイギリス海軍型軍艦を戦闘機で保護することを主目的として、 空母を導入した最初である。艦隊は4月25日に離岸した。アークロイヤルは空からの攻撃機会を減らすため、洋上120海里に配置された。同空母は対潜水艦商会を実施し、他の船舶には戦闘機支援を提供し、海上及び陸上の目標に対する攻撃を行った。アークロイヤルは4月27日にスカパフローに戻って損失破損した。 航空機と燃料を補給して、同日に戦艦バリアントの護衛として前線に戻った。帰還の間、アークロイヤルはノルウェーから出撃したドイツ爆撃機、ユンカース188とハインケル HE111 の攻撃を受けたが、同空母は損傷を受けず、4月29日に持ち場に戻った。この時点で、イギリスの最高司令部は彼らが、 南ノルウェーのドイツ軍を止めようがないことに気づいた。モルデとオンダルスネスからの連合軍の避難が始まり、アークロイアルは4月30日からの防空支援を提供した。5月1日終日、ドイツは数多くの航空攻撃を行い、同空母を沈めようとした。アークロイアルの戦闘機や重い対空弾幕は敵を追い払い、いくつかの爆弾は空母に落とされたが、 どれも影響を与えなかった。5月3日に避難は完了し、同空母はスカパフローに呼び戻され、ノルウェーに戻る前に燃料補給と再武装が行われた。港にいる間、アーサーパワー艦長は海軍本部への昇進のために艦を降り、セドリック・ホランドに変わった。ノルウェーに戻ったアークロイヤルは5月13日にフランス軍の上陸を含む なるべく周辺の防空支援を提供するように通達された。アークロイヤルは5月18日に空母グローリアスとフューリアスに加わった。こうした努力にもかかわらず5月下旬にはフランス軍は崩壊寸前にありノルウェーはイギリス海峡へのドイツ進出と比較すれば使用抹節であることが明らかになった。そこで連合軍をなるべくからイギリスに移動させるための アルファベット作戦が実施された。アークロイヤルとクローリアスは6月1日に駆逐艦、ハイランダー、ダイアナ、アカスタ、アーデンとアケロンに守られてスカパフローから撤退支援のため出港し、翌日には支援を開始した。アークロイヤルは6月3日にナルビクに再配置されるが、6月3日から6日にかけて航空紹介と爆撃を実施した。翌日、 厄災が発生した。空母グローリアスは、駆逐艦、アカスタ、アーデントに護衛され、イギリスに戻るために出航したが、この3隻は、ドイツの巡洋戦艦シャルンホルストとグナイゼナウによって、攻撃され沈没したのである。アークロイヤルの航空捜索は、ドイツ艦を発見できず、両ドイツ艦は、トロンハイムに帰島した。最後の避難隊は6月9日に、ナルビクを出発した。 イギリス艦船の撤退前に、シャルンホルストの拠点トロンハイムへの攻撃があった。アークロイヤルの艦爆スクアの攻撃が6月13日シニアに行われた。この攻撃は薬剤であった護衛の駆逐艦アンテロープとエレクトラが衝突し、一方、アークロイヤルが霧の中で航空機を発進させ、修理のためにイギリスに返したが15機の艦ンクスクアのうち8機が撃墜され、 シャルンホルストは被害を免れた。アークロイヤルは翌日スカパフローに戻り、地中海艦隊に再度割り当てられた。アークロイヤルは、巡洋戦艦フットと3隻の駆逐艦と共にスカパ、フローを離れ、1940年6月23日、ジブラルタルに到着した。ここで、同空母はジェームズ・サマービル下の H 部隊に加わった。フランス降伏後、 メルセルケビールのフランス艦隊が数軸支配下に入り戦争全体に影響を及ぼして地中海の勢力のバランスを傾ける懸念があった。アークロイヤルの艦長セドリック・ホランドはパリのイギリス公使艦付海軍部官であったのでフランス艦隊の降伏や自治を交渉するために送られた。H 部隊は郊外に配置されフランスの海軍大将たちが提示された条件に 同意しなかったとき、フランス艦船に砲撃を開始した。これがメルセルケビール海戦で、アークロイヤルの艦載機は、イギリス艦船へ、標的情報を提供した。フランスの戦艦ストラスブールは、アークロイヤルの艦航ソードフィッシュの攻撃を回避した。攻撃の2日後、アークロイヤルの艦載機は、先の攻撃で浜に乗り上げた、フランスの戦艦ランケルクを無力化した。 H 部隊は地中海でのフランスの戦闘可能性を減らし、7月8日にジブラルタルからイタリアを標的とした攻撃を準備した。同部隊は出発の8時間後、イタリアの爆撃機の攻撃を受けた。H 部隊には損害はなかったが、サマビルは攻撃を取りやめ、艦隊をジブラルタルに向かわせた。7月中、イギリスのマルタ植民地がイタリア空軍の攻撃を受け、 H 部隊は島の防空強化のためのフォーカーハリケーン配送を命じられた。H 部隊は7月31日から8月4日に配置され、空母アーガスが航空機の配送に使用され、アークロイヤルは艦隊用の防空支援を提供した。8月2日、アークロイヤルはカリアリのイタリア空軍基地に対する空襲を成功させた。 H 部隊は9月30日までジブラルタルに残り、アンドルー・カニンガム提督のアレクサンドリア艦隊の援軍を護衛した。途中、この援軍作戦とマルタへの補給船団の出航の両方から注意をそらせるため、エルマスト・カリアリのイタリア空軍基地への陽動攻撃が計画された。攻撃は10月1日に守備よく行われ、艦隊はイタリア空軍から注目を集めることなく、 アレキサンドリアに到達した。アレキサンドリアからアークロイヤルは外され、西アフリカに送られ、ビシーフランスの植民地に自由フランスへ忠誠を変える、よう促すイギリスの試みを支援した。交渉中、いくつかの自由フランスの航空機がアークロイヤルから飛び立ったが、彼らの航空機はダカールで捕まった。交渉は失敗し、アークロイヤルの干渉は、 イギリスの武力でのダカールのダッシュの試みが不調の間軍事施設に向けられた。この後、アークロイヤルはフォーチュン、ホレスターとグレイハウンドに護衛されて改装のためにイギリスに帰り10月8日にリバプールで入居する。11月3日までの修理には機械の修理と新しい飛行看板の遮蔽作布施設が含まれていた。改装後、アークロイヤルは 戦艦、バーラム、ジュージュンベリック、グラス号と一緒にジブラルタルに出港し、11月6日に到着した。この部隊は、ジブラルタルからアレクサンドリア、マルタへの輸送船団を護衛するために、H 部隊の残りと配置された。1940年から1942年の間のマルタ支援の35船団の一つで11月25日の、 メガバイト級作戦に割り当てられるまでに、護衛は数回実行された。戦艦ジュリオ・チザーレとビットリオ・ベネトが率いるイタリア艦隊が、同後総隊を迎撃するために派遣された。このイタリア艦隊は、アークロイヤルの偵察機によって発見され、同空母は、艦上雷撃機ソードフィッシュを放ち、H 部隊の主力艦は快適すべく振動変更を行った。この戦闘、 スパルティベント、三沖海戦で、イタリアの駆逐艦ランチエーレは損傷したが、イギリスの爆撃機や砲火が原因であるかどうかは、不明である。イギリスは、ランチエーレを、巡洋艦と間違えたが、イタリアの司令官は、巡洋艦ボルツァーノが被弾したという不正確な報告を受けた。イギリスの攻撃は、他のイタリア船に損傷を与えたり、この無効化した。 駆逐艦を沈めることができず、イタリア空軍による報復攻撃がアークロイヤルを多重爆撃の対象とみなしたが、いずれも打撃を受けなかった。この戦いはイギリス戦団が無傷で、目的地に到達した以外は明確な結果がなかった。1940年12月14日、アークロイヤルと H 部隊はジブラルタルから、 大西洋に再配置され、アゾレス諸島に通称破壊艦を捜索した。アークロイアルは12月20日に地中海に戻り、12月27日までマルタから戦艦マレーヤと商戦を護衛した。H 部隊は MC4 作戦、イタリア陸軍をエジプトからリビアに押し出そうとする、西部砂漠軍を支援するために、地中海を通して戦乱を動かす作戦に関わるようになった。 次の月には地中海の戦域でのイギリス支配が弱まったが、とりわけドイツ空軍の参入と空母イラストリアスの大破による。地中海艦隊が東部地中海の数軸下の圧力下にあり、一方、ジブラルタルのイギリス領港はスペインが戦争の外にあり続け、ドイツとの同盟を選択した場合には失われることになる。地中海艦隊を楽にするため、 イギリスの強さをスペインに辞しながら、海軍本部とカニンガム提督はイタリアを標的に、銃艦隊の砲撃の下で、アークロイヤルのソードフィッシュ爆撃隊を使うことを計画する。1月2日の最初のサルデーニャのティルソダムの爆撃は成功しなかったが、1月6日のアークロイヤルのソードフィッシュ隊は、港湾都市ジノバ爆撃ではもっと成功した。 同空母の艦載機はまた港を砲撃している間、巡洋戦艦レナウン、戦艦マレーヤを支援した。1月9日、アークロイヤルはラスペツヤで石油生成所を爆撃し、港に嫌いを巻くために艦載機を放ち、両作戦は成功した。1941年2月初め、ドイツ海軍の海軍総司令エリヒレーダーの命令で戦艦シャルンホルストとグナイゼナウが、 大西洋に向かった。彼らは連合国の船舶を混乱させ、他の地域から主要な船を引き寄せることになった。3月8日、H 部隊とアークロイヤルは両船艦を探し、アメリカから渡ってくる船団をカバーするために、カナリア諸島への出動を命じられた。アークロイヤルは打破した乗組員の制御下で、ドイツに戻ってくる捕獲船を探索するために、艦載機を用いた。 3月19日に3隻を発見し、2隻は自沈し3隻目のポリカープは再び捕獲された。1941年3月21日の夜、アークロイヤルのフェアリーフルマーが会場のシャルンホルストとグナイゼナウを発見。無線の不具合のために、乗員はアークロイヤルに戻って報告する必要があった。ドイツ艦は霧に隠れて逃走。次の日、 アークロイヤルは通称破壊艦の再発見のために紹介を再開した。日中、カタパルトの不具合がフェアリーソードフィッシュを破壊した。空母前方の海上に胴体を飛ばし、停止できなかったアークロイヤルはソードフィッシュの上を走り、機体が爆発した時にその上にあった。シャルンホルストとグナイゼナウは邪魔されることなくブレストに到達し、 アークロイヤルは修理のためジブラルタルに向かい3月24日に到着した。アークロイヤルは4月は変わって戦団の航空支援とマルタへの航空機配送を担い大西洋に入って通商破壊艦の捜索を行った。1941年5月までエルヴィン・ロンメルのアフリカ軍団は北アフリカを通ってスエズ運河に向かっており全面の西部砂漠軍を押していた。 イギリス軍は崩壊に近くなり、戦略的な場所が脅かされると、イギリス軍高司令部は地中海を越えて、アレクサンドリアに補強護送隊を送る危険を犯した。戦団は古籍の大型輸送船からなり、アークロイヤル、巡洋戦艦レナウン、戦艦クイーンエリザベス、ケイジュンシェフィールド、ナヤド、フィジー、グロスターが護衛し、第5駆逐艦小隊が取り巻いた。 アークロイヤルの出発前、ホランド艦長は、ストレスや体調不良から回復するために艦を降り、代わりにロベンマウンドが艦長に着いた。船団は5月6日にジブラルタルを離れ、イタリア航空機によって発見された。船団は14ノットに制限されており、非常に多くの主要艦船で護衛されてはいたが、イタリアとドイツの航空機が動員されたように、魅力的な目標だった。 イギリス護送隊は5月8日に最初はイタリア空軍によってその後ドイツ空軍に空爆された。その日はアークロイヤルのフェアリーフルマー12機はシェフィールドからのレーダーからの標的情報、対空砲火の支援を受けて50機以上の敵機を追い払った。第1波でフルマー1機が失われルパート・ティラード飛行隊員とマーク・サマービル中尉が死亡した。 もう一機は搭乗員の入れ替え時に破壊され、他の数機も損傷を受けた。したがって、わずか7機のみが、主敵ドイツ空軍34機に直面できた。夕闇直前の攻撃は、二機の航空機と艦の対空砲火でしのいだ。戦団は深刻な損傷を受けることなく生き残った、唯一の死者は嫌いによるもので、エンパイアソングは沈み。 ニュージーランドスターは被害を受けたものの港にたどり着いた。アークロイヤルはジブラルタルへの袋5月12日別の航空攻撃を受けた。その月の後半に同空母と空母フューリアスはマルタ支援のための放火ハリケーン配送を行った。1941年5月18日にはドイツの戦艦ビィスマルクと重順妙艦プリンツオイゲンは ライン演習作戦を開始する。これは大西洋に押し入り、商船を襲撃するものである。デンマーク海峡海戦で、巡洋戦艦フットを沈め戦艦プリンス・オブ・ウェールズを損傷させ、ビスマルクは追跡を振り払い、フランス大西洋岸に向かった。アークロイヤル、レナウンそして、シェフィールドは、駆逐艦、フォークナー、フォーサイト、フォレスター、フォーチュン、フォックスハウンド、 そしてフューリーに随伴され、5月23日に大西洋に派遣され、戦艦を捜索した。5月26日には、アークロイヤルからのソードフィッシュはビスマルクを発見し、尾行を開始する、一方本国艦隊が追跡のため動員された。発見時、イギリス艦船は130回離れていたので、ビスマルクがサンナゼールに到着する前に、捕らえられなかった。 観光ソードフィッシュ15機が来装し、毒艦を遅らせるために送られた。シェフィールドはまた、ビスマルクを尾行して、アークロイヤルとビスマルクの間にあった。航空機は、このイギリス巡洋艦を間違って攻撃した。魚雷には信頼性の低い時期雷感が取り付けられていたため、海面接触でほとんどが爆発し、シェフィールドは残りの魚雷を避けた。過ちに気づいた後、 パイロットの一人が、ニシンに申し訳ないとシェフィールドに合図を送った。空母に戻った、ソードフィッシュは接触爆発弾頭で再武装し、19時15分に2回目の攻撃のために出撃した。日没直前にビスマルクを発見し攻撃した。3本の魚雷が命中し、2本は機関室の全部に当たり警備が損傷を与え、3本目は、 左限の操舵室に当たり舵を左限15度で固定させてしまった。ビスマールクは実情で合理的に安定したコースを取れるプロペラ速度の組み合わせを見つけるまで演習を描いて航行することを余儀なくされた。それは風速8と海の状態ではイギリス軍艦に向けて航海することになり、ほとんど操縦能力はなかった。このドイツの戦艦は五月十六夜から猛攻を受け、 5月27日10時39分に沈んだ。アークロイアルと H 部隊の艦船は1941年5月29日にジブラルタルに戻った。戦艦、ビスマルクの撃沈による連合軍の指揮行用にもかかわらず、地中海での戦争は連合国に対して不利になっていた。ギリシャとクレタ島は数軸軍に落ち、アフリカ軍団はエジプトへの最終的な攻勢を、 開始する準備をしていた。マルタは地中海で重要な拠点として残っていたが、イタリアとドイツの空襲による圧力が高まり、クレタ島の崩壊後は、東からも供給できなくなった。アークロイヤルは6月と7月に数回にわたり、補給任務でマルタに航空機を配送し、7月のサブスタンス作戦と9月のハルバード作戦の戦乱を護衛した。 いくらかの損失があったものの、戦団はマルタ補給と戦闘維持に成功した。マルタでの連合軍の戦闘継続はアフリカのロンメルにとってかなりの問題であった。アフリカではイタリアからの潜水艦と爆撃機による供給量の1、3を失っていた。アドルフ・ヒトラーはレーダー海軍総司令の忠告にもかかわらず、地中海に ユーボートの一団を送り込み連合軍船を攻撃することに決めた。1941年11月10日、アークロイヤルは航空機をマルタまで運送するパーペテュアル作戦に従事した後にジブラルタル港に向かった。ジェームズ・サマビル提督はスペインの海岸からユーボート警報を受信し、アークロイヤルを含む H 部隊はユーボートに対する警戒を高めた。 一方ドイツのフリードリヒグッケンベルガー艦長が率いる潜水艦 U-81 は H 部隊がマルタからジブラルタルに引き返しつつあると報告を受けた。11月13日15時40分に駆逐艦リージョンに登場したソナーンが未確認の音を検出したが艦隊の駆逐艦のスクリュー音と誤認した。1分後、アークロイヤルの右玄艦中央に U-81 からの魚雷一本が命中した。この魚雷の衝撃で、アークロイヤルは大きく揺れ、飛行甲板上で待機していた武装した攻撃機が海面に落下し、登場していたエーブルシーマンエドワード・ミッチェルが死亡した。この雷撃で39.6メートル、9.1メートルの箱が形成された。魚雷は深い深度に設定されていたので、被害は艦邸にまで及んだ。雷によって、 右玄ボイラー室と電話交換室、オイルタンク、ビルジュタンクが破壊され浸水した。これによって右玄側の出機は停止し、アークロイヤルの後半部分は停電した。艦長は浸水の拡大を防ぐために機関を停止させてアークロイヤルを止めようとしたが、艦内の連絡が途絶されたために、機関室まで電令を走らせる必要があった。このため艦の停止が遅れ。 浸水が拡大したとされる。光りから20分で右に18度傾斜した。艦長は空母カレージャスのように艦が急激に沈没することを懸念し、アークロイヤルを早々に放棄することを決定する。しかし命中後30分経過時点で、アークロイヤルは安定しているように見られたため、サマビルはアークロイヤル放棄の方針を撤回し、 沈没を避けるためのダメージコントロールの実施を命じた。乗務員は一旦飛行甲板に集められ、避難せず船に残って、復旧作業を行う人選がなされた。リージョンがアークロイヤルに横付けされ、復旧作業に従事しない兵員を乗り移らせた。この結果、組織的なダメージコントロールは飛来後49分、実施されず、浸水の拡大は伸ばなしであった。 株デッキのハッチなども換気のために解放されたまま放置されていた。やがて浸水は中央のボイラー室にまで拡大し、アークロイヤルは完全に停電してしまう。アークロイヤルには推進システムから独立したディーゼル発電装置を装備していなかった。駆逐艦ラフォーレイがアークロイヤルに横付けし、電力と追加の排水ポンプを供給した。ボイラーは再点火され、 ビルジポンプが始動された。ジブラルタルからは、タグボートのトーマスが20時に到着し、アークロイヤルに栄光用のワイヤーを装着して、ジブラルタル港への栄光を開始した。しかし、浸水による無限への傾斜は増大する一方で、ボイラー室の吸気経路にも海水が迫っていた。このため再稼働されたボイラーは、停止を余儀なくされた。午前2時には傾斜は20度に達し、 午前4時には27度になったためアークロイヤルの復旧作業は中止され、復旧のために残っていた乗員も退避した。午前6時19分にアークロイヤルは右側に転覆して沈没した。アークロイヤルは完全に横倒しになった後3分ほど海面に浮いていた。船体は2つに分断され、後部は2から3分で沈み、全部はその後海没した。 アークロイヤルの沈没を受けて調査委員会が設立された。艦長は、被害後の対応が不適切であったとして、軍法会議で有罪判決が言い渡された。またアークロイヤルには、バックアップ電源が備えられておらず、ボイラーとタービン発電機がダウンした後は、停電してしまい、復旧作業を困難にしたという報告書がまとめられた。これらは、先訓として、 当時建造中だった空母に取り入れられた。調査委員会は、沈没地点をジブラルタルから 41km の地点とした。2002年12月、海中探査会社の C&C テクノロジーズ、インクがソナーを搭載した自立型無人潜水機を使用して、ジブラルタルから 56km の震度 1000m の海底にアークロイヤルを発見した。 艦首から20メートルの部分で船体は切断されており、その2つの部分の間には環境や煙突、格納庫から滑り入れた航空機などが海底に散乱している。予想された沈没地点より東側であった。このことはジブラルタル海峡の海流が影響していると考えられた。1940年11月に地中海で イタリア空軍機からの爆撃を開始中のアークロイヤル。両艦のシェフィールドから撮影された。1941年11月13日に、ドイツ海軍の u ボート u 8 1の来撃を受けて傾斜したアークロイヤル。左側の駆逐艦はリージョン。ドイツ海軍の u ボート u 8 1の来撃を受けた、翌日の14日に撮られたアークロイヤル。 右側の駆逐艦はラフォーレー。1941年の間、アークロイヤルは地中海で活発に活動し、また、マルタへの戦闘機の輸送にも何度も従事した。ただし、条約の規定により、締結時点で収益済みない種建造中の艦は、艦連満了以前に大艦建造を行えた。イギリスは、当初アーガスを退役させ、超過分を補う構想だったようである。 この傾向は、以後も続き、イギリス、軽空母ではあるがユニコーンは LB 比6.12まで至る。推薦長に対して実に16%増。ただし、これでも、ヨークタウンの244メートルに及ばなかった。この数値は、ソードフィッシュのフロート付けタイプを前提にしたものである。本館収益時点の全ての関西域を、全備状態で、射出可能であることを意味する。 イギリスは1931年に初めてフランス式の横作式制動装置マーク1を採用し、1933年に改良型であるマーク3が登場し、さらにこれを改良したタイプが本館に搭載された。日米に比べてかなり遅れての採用だが、イギリス海軍由来の縦作時代の制動装置への不審、搭載機の低性能に禁する。 横作式ニーズの小ささ、全航空機空軍管轄の影響による、同問題の軽視等が理由として挙げられる。イギリス航空母艦士によると、計1575名。時期の相違によるものか。縦方向に並列配置するだけの船体長が確保、できなかった。ローセター、アークロイヤル、P332AB フリードマン、ブリティッシュキャリアアビエーション、P126 パターソン。 ユーボーツ、ots, p 三十八 a b c ジェームソン、アークロイヤル、al, PP, 8, 40, etta, al, p 三百三十八ジェームソン、アークロイヤル、p p 三百三十八四十ローセター、アークロイヤル、p 三百四十五ハットジェームソン、アークロイヤル、p 三百四十二ジェームソン、アークロイヤル、p p 三百四十三号ハットジェームソン、アークロイヤル、p 三百四十六ジェームソン、 アークロイヤル P348 ローセターアークロイヤル PP3756 ローセターアークロイヤル P377 ありがとうございます。